ゃんかわいい、ふっさハートありがとう。ゲーム会楽しかったね。みちと二人でペアだったの超うれぴークリチャーキャンディーフーさんハート井上さんかわいいありがとうございます。テンパーのたけさんパンジャラさんギフトありがとう。おはよう、おはようございます。ドライブドライブ昨日からね、昨日から始まったんだっけ、なんか昨日からもうログインできて、みんな一斉に、そう、なんか愛さんもやりました。そう、そしたらねもうなんかエールっていうなんかやつを送れる機能があるんやけど、そう、それがねなんかいっぱい来てからびっくりした。なんで私のことを見つけたんやと思ってびっくりしました。スランプくんバンジェルさんギフトありがとう。おはよう。おう。暖房つけたけど、消しました。でもあれだよ、タイマーだからね。そう、一時言うて。7時に起き、5時ぐらいからつけてたから言うて2時間ぐらいしかつけてない。マイジャパンさんハートありがとう。インストールしていた、ありがとう。まだしてない方はぜひドラゴンエッグ入れてね。入れてね。そうよアリサ。水着じゃない、裸の人。そう、なんでかね分からんけどさ、なんであれみんななんかかっこいい服着とんやろ。そう、それがね謎でね包まれとる。なんかねなんか設定をねいじいじしてたらね、なんかアリサのやつだけ裸になった。裸になってからね、でそう戻す、服戻そうと思って押しても全然戻らん、戻し方が分からん。そう、それはマネネに送ったらね、なんでそんなことなるってね、なんでそんなことなるんやって言われてね、もうそのまましときんさいって言われた。ビエン。りんたろーさんスケボーくんギフトありがとう。装備外、装備一回外したかもしれない、なんか違うのにしたいなと思ってて、もうそれを戻し方が分からん。
ございます、ありがとうございます。やばいよね、今裸なんだよね、アリさん。でもみんなには服着てるやつが見えてると思ってたら自分、あ、みんなに見えてるやつも裸やったか、びっくりした。おもろすぎんか。おはようございます。本物じゃない方、本物だよ。すごいいっぱいドライブの通知が、うん、すごいいっぱいエールを受け取りました。55個も通知が来たる。何事や。すごい、うん、かぼちゃキャンディー、かぼちゃキャンディーって何、うん、エール、エールをお返しいたします。かぼちゃキャンディーってなんや。100回まで、いや、そうなん、ミシコミュニティエール、これで、あれなんだこれ。今エール来た、本当？一括エールってさ、何これ、全然一括じゃないじゃん、エール遅れてないのあるし。文句ばっかり言う人。一括エールって何、全然一括じゃないんやけど、エール遅れてない人おる。うっさー、どういうこっちゃねん。遅れたんかな。エールお返しできましたか。これできとんかな、ようわからんけど、まあ。それめっちゃやっぱり、あ、フォローしてない、あ、そういうことね、あー、そういうこと。個別におさんと、あ、え、そうよね、これ一個一個押していか、一括エールで、全然一括で遅れてないけど。そういうことね。エール来た、あ、よかった、エール送りました。多分、多分これ遅れてる。エール、エール、エール、よし、エール来た、来ました、よかった。
ドライグ、ドライグもよろしくお願いしますよ。今日からドライグを入れてやりまひょう。うん、アイさんをみんなを見つけんといけんのか。なんかシナのソルハからエールが届いとってね。シナのソルハしかフォロワーがおらん。自分もフォローしとる人おらんし、シナのフォローソルハしか何フォロー中の人がおらん一人。みやこ先生だるまありがとう。うん。11月1日からそうだけど、早めにログインができるようにしてもらって、それまでに、11月1日からファンの皆さんがのイベントよね。そうそうそう、11月1日からファンの方がのイベントが始まって、そっからなんか峰推しアリサのグループに所属する9人選ばれるみたいな。で9人選ばれてアリサと10人組になって、で11月の20日ぐらいから何戦うやつが始まるよね。その10人で。だからあんな方は11月の1日からイベントが始まるけど、今のうちに入れてちょっとでも引き連れてる、自分が引き連れてるドラゴンがいるんですけど、それを強くしておかないと、強くしといた方が有利みたいな感じです。そこぐらいまでしかね、わからん、アリサ詳しいことが。ドラゴンエッグのお勉強会に出たんですけど、そう、詳しいことがそんぐらいしかわかんない。すまぬ。エールがいっぱい来るよ、すごい。利用可能な際なんとかなんとか。え、もう100件も届い送った？アリサ嘘つけ。今日が始まってからじゃない、数えるの。ギルドバトルは1日3、そう、何時やったっけ、7時、違う12時、8時、10時とか。ギルドが何かは普通なから、ゲームやらんから。ギルドから脱退する、どういうこと？今日の夕方配信でね、このドライブやろうっていう配信をしようと思うので、ぜひ皆さんアプリを入れておいていただけると嬉しいです。今なんかレベル6なんですよ、アリス。低
くいよね、絶対にね、弱すぎるよね。これをちょっとレベル強くさせます。鬼マネからなんかエールが来たんやけどね、鬼マネからエール来て、なんか見たらレベル24やった、いつの間にか。あの方なあ、そんな強いん急に。最初レベル1やったけど、なんかモンスターつ潰すやつやっとったら6になった。レベル24やばいね、まあまあやつな。しかもなんかガチャでなんかいい感じの手に入れてね、お目目がねキラキラやったしね、なんかここに変なのつけとったしね、剣2個も持っとった。でもアリサは裸、悲しすぎる。悲しすぎるぜ。今65やば、マジ課金してないやろ、一回も一個も。それではキャッチフレーズをやりましょう。アリちゃん推しになるのはアリアリアリサゴーシュか。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんことみなしアリサです。祝福ありがとうございます。ではギフトを読みます。パンジェラさん、マイジャパンさん、チャビチャビさん、カラコン野郎、ミャンコ先生、ヒロタンタンヒロタンタンスケーモンくん、リンタロウさん、マイジャパンさん、スランプくん、パンジェラさん、ヤスベイさん、テンパーのタケさん、ユノエモンさん、フーさん、クリちゃん、てっちゃん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位塩こうじさん、12位ひろたんたん、11位キズナックさん、10位ひでじゅうおうさん、9位サイドケースさん、8位アルテマさん、7位ゆうぼうさん、6位あきさとさん、5位パンジャラさん、4位かんちゃん、3位ひでさん、2位てっちゃん、1位はやすべさんです。ありがとうございます。では本日も頑張ってまいりましょう。おー、応援しております。今日も頑張りましょう。それではまた夕方ドライブ やりたいと思います。バイバーイ、またね。